I'm all nervous. Let's fucking go. Let's pull out all the stops. No need to go all in on these guys. Mainly because it's just two dudes. I imagine we're gonna have a few areas to run through. Ooh boy. Yeah, get out of the circle. Okay. God, your range is so good. Oh, やるじゃねえか。 よし、 油断すんな。 すぐ次が来るぞ。まだ爆弾は起動前です。中に運び込んで解体。任せとけ。運び込むぞ。来たか。Oh, the gauntlet. Oh shit, there's no break. Okay, hold on. Let's play this correctly then. Shit. Just pace ourselves. Bully the shit out of that guy. Alright, back on your bullshit. Oh my god, you missed. Nuke him. Tragically, we can't get the team rush. Alright, done. Yosh, kore de. Daini ha, kima. Oh god, it's a four. Might as well try a combo now. We can hit three of them. Ooh, that could really fuck us. We need to get that off immediately. He's gonna get a little bit of health back, but it's fine. What do we want to do here? You know what? Give him that.
get us pumped up. Yeah, I'm prepared for whatever else is next. Unless it's the last one, then I'll be pissed.頑張りますね、インドの報告から判断して今回はおとなしく引っ込んでいるしかなさそうでした。存外面白いものが見られそうです。ですが、そうさま、あのままではいずれここで倒れてしまうのであれば彼らも所詮その程度の器だったということ。おい。Alright, here comes War 5. Oh my. データ収集を開始します。俺の番だな。Oh, I forgot that's what your S break is. Fine, barrier us up. And yeah, trying to get the entire group's not feasible here. Who do I want then? Yeah, I want at least one gunner out. Bitch, you thought. I can pretty much do whatever art I want for free. Nah, it's fine. I'll just go for attacks. No one got hit by that status, which is good. Bring him up to max. And put a cap on him. グレイス先輩! 一体何が起こってるんですか。いいから取りまくりなさい。それがペンとカメラしか武器のない私たちができる唯一の戦いよ。はい。ロイド君たち、きっとすごい記事にしてみせるわ。だから絶対に生き延びて。自分。Oh man. Yeah, they're starting to bring out the big guns now.Alright, let's hit him with another one of these. Okay. I was like, I thought her as a unit would be a bit stronger. But no. No, we got this. This might be our best fight yet. Mireyu-chun, so, ギリアスのおっさんの狙い通りになっちまいそうだな。どうしたもんか。あっち。次で終わりかもな。Okay, please be the last one. I'm getting tired.
Oh, fuck me. What is that, 10? No, that's 8. Okay. Give powder to him. We're going in with our big gun one more time. Fuck him up. Nice! That's a wrap. なかなか頑張ったようだね。ロギンス、なんでお前が。ああ、ランディ君、勘違いしないでほしいな。僕は君の元同僚ではない。彼の体を借りてこうして話しかけているだけさ。No! その口調、まさか。ヨアヒム先生。正解だ。僕からの招待状は目を通してくれたようだね。アーネスト君も一応役に立ってくれたというわけだ。てめえ、一体何のつもりですか。こんなことをしでかしてクロスベル全土を混乱に陥れて。あなたは DG 教団は一体何をするつもりなんだ。それが知りたいのであれば僕らの仲間になってもらうしかないな。グノーシスを服用してもらえればその境地へと導かせてもらうよ。ふざけないでください。あなたがあんなひどいこと。別に各ロッチの儀式は僕がやったことではないけれどね。無論グノーシスのプロトタイプの実験データは回収させてもらったよ。そのデータをもとにこの古の聖地で僕はグノーシスを完成させた。そう、全ては運命だったのさ。あんた何を口走ってやがる。至らぬ身である君たちに理解してもらうつもりはない。我々の要求はただ一つ、あの方をキーヤ様を返してもらうというだけだ。あの方、キーヤ様って。あんた、あの子をどうするつもりだ。勘違いしないでもらおう。キーヤ様はもともと我らが巫女。その身を君たちが預かったのはただの偶然に過ぎない。あの方にはただあるべき場所に帰っていただくというだけさ。ふざけるな。あんたらの狂心にあの子を巻き込ませるものか。さっきから聞いていれば妄想めいたことばかり。てめえみたいな変態野郎のもとに希望を戻せるわけねえだろうが。おととい来やがれです。やれやれ、交渉は決裂か。ならば君たちの屍を越えてキーヤ様をお迎えさせてもらおう。上等じゃねえか。君たちの女神への祈りは済ませたかな。それでは死にたまえ。キーヤ、そんな。おお、キーヤ様。ロイドたちをいじめちゃダメ。いじめたらキーヤ絶対に許さないんだから。希望、いいから下がってろ。前に出てはダメです。キーヤ様、お迎えに上がりました。そのような愚物どもなど放って我らのもとにお戻りください。今は何もわからないでしょうが、あなたは我らの。いいから早く約束しなさい。ロイドたちにこれ以上ひどいことしないって。キーヤちゃん。それでこそ我らの巫女だ。かしこまりました。キーヤ様さえお戻りになれば
彼らには決して危害は加えません。本当に？ひどいことしたりしない？ええ、もちろんですとも。さあどうぞこちらへ。ダメだ！ライド、キア、暗いのが怖いんだろ？俺たちから離れるのが寂しくて嫌なんだろ？だったらこんな奴の言うことなんて聞いたらダメだ！でも、キア、記憶がないし、誰なのかもわからないし、ロイドたちに迷惑かけるなら、一緒になんて。迷惑なんかじゃない！俺は、俺たちの方こそ、キアにそばにいてほしいんだ！多分私たちは、あなたがいてくれたおかげで本当の意味で成長できたと思う。あなたを見守る、そのことに、それぞれが求める意味を見出すことによって。はい、何のために生きているのかわからない私ですけど、みんなとキアを守るためなら何だってできる気がします。だからキーボー、余計なことは気にすんじゃねえ。お前はのんきに笑いながらすくすく育っていけばいいんだ。それだけで俺たちはパワーをもらえてるんだからよ。エリー、ティオ、ランディ。サイトも。俺たちは捜査官だ。過去や記憶が気になるんだったら俺たちが一緒に取り戻してやる。少なくともこんな奴の言いなりになる必要はないんだ。だからキア、行かないでくれ。ロイド、キア、みんなと一緒にいる。そっか、キーガちゃん。よくもそんな妄言で我らの巫女をたぶらかしたものだ。様子見に預けておいたのがそもそもの誤りだったわけか。特務支援か。貴様ら全員、なぶり殺しにしてくれる！でも、少し休めました。キア、下がっていろ！せめてキーボーだけでもゲートの中に！その必要はない。あなたは？Please, just solo him. Solo all of them. Ni no kata, Hayate. Zai. Oh! Arios-san. Kaze no kensu. Oi oi, sugei timing da na. Neratte ta mitai desu. そんなつもりはなかったが、ちなみに来たのは俺だけではないぞ。先を越されたか。さすがに俺も年だな。課長だ。ダドリーさんも。貴様らカッコつけすぎだろ。お二人ともよくご無事で。幸いいいタイミングでアリオスと合流できてな。思わぬ火星もあったからこうしてたどり着けたわけだ。思わぬ火星？あれは。やれやれ、完全に操られてるみたいだね。大したことねえじゃねえか。このバルド様の力にかかりゃ警備隊なんぞ。なんだこいつら。だから言っただろう、薬を決めてタフになってるって。行方不明になった君のところのディーノ君と同じさ。そういうことか。どうやら落とし前をつける必要がありそうだな。てめえら始めるぞ。うっす。
こちらも聖戦の準備を。やあ。準備完了。いつでもいいぞ、ワジ。それでは聖戦を始めよう。暴れるにはちょうどいい夜だ。てめえら、一人残らず叩きのめして踏んじばれ。ああ、あいつら。しかも結構押してます。プロ相手にやるじゃねえか。不良ごときがどうして。あ、さっきまで通信がつながらなかったのに。はい、こちら特務支援課。よかった、ロイドさん無事でしたか。警備隊に追われてるって聞いてどうなったのかと。フラン無事だったのか。はい、こちらも反撃に転じました。それと遊撃士たちが破壊された通信ターミナルを復旧してくれたらしくて、限定的ではありますが動力通信が回復できました。そうか。その声はヨナか。ああ、天才ヨナ様さ。ついに、IBC と協力して動力ネットも回復してやったぜ。ありがたく思えよな。オンに切るよ。現在警官隊がそちらに応援に向かっています。それとお姉ちゃんたちへの連絡はこちらでも試してみます。ロイドさん、どうか気をつけて。せいぜい死ぬなよな。ああ、そういうことだ。 DG 兄弟幹部司祭ヨアヒム・ギュンター、これ以上このクロスベルで好き勝手な真似はさせんぞ。いいだろう。こちらの戦力はマフィアと合わせて1000名近く。しかも無尽蔵の体力を持ち、眠る必要すらない。歯向かう者は皆殺しにした上で我らが巫女を取り戻してくれる。楽しみにしてるがいい。完全に気絶したか。今のはどうやら全く別の場所から操っていたみたいですね。しかもかなり離れた場所かもしれません。もしかしてそこから警備隊全員を操って。ヨアヒム本人を叩かない限りどうしようもねえってことかよ。居場所は判明している。エステルとヨシュアが教団のロッジを発見した。場所はクロスベル北東にあるアルモリカ古戦場。そこに行方不明者たちが入った痕跡を発見したぞ。ちょうど今、潜入経路を調べてもらっている。古戦場、あんな場所に。確かに何かありそうな遺跡でしたけど。だったらそっちを叩けば。そう単純な話じゃない。どうやら東クロスベル街道にも相当な戦力が展開しているようだ。主にマフィアどもらしいが。いずれにしてもこちらの戦力が限られている以上、闇雲に突っ込むわけにもいかん。せめて足さえあればなんとかなるかもしれんが、あいにく警察の車両はあらかた警備隊に奪われてしまったようだ。徹底していますね。それは私がなんとかしよう。ディーター総裁。あ、雫にベル。皆さん、Not really. お疲れ様ですわ。しかしキーヤちゃん、無茶をしてくれますわね。そうだよ、いきなり走っていくから、あんまり無茶しないで。ごめんなさい。雫、無事で何よりだ。お父さんも。はじめまして、特務支援課のセルゲイです。それで何とかできるというのは。ガレージに私のリムジンがある。防弾だしかなりの速度だから強行突破にはうってつけだろう。ほう、確かにそれなら。ならば乗り込むメンバーを選ぶ必要がありそうですね。ここの守りも必要でしょうし、私の他には。いえ、どうかここは俺たちに行かせてもらえませんか。何？いきなり何を。ヨアヒムの狙いはおそらくキーヤただ一人です。キーヤを奪われたらその時点で俺たちの負けですが、逆に言えば
キーヤを守り抜いて彼を逮捕できれば俺たちの勝ちです。その意味じゃこのビルは絶対に守りきる必要がある。確実な戦力を残すべきだぜ。おそらくアリオスさんが残ればここは鉄壁の守りになるはず。課長たちと警官隊の応援があれば完全に死角もなくなるかと。なるほどな。理屈はわかるが。ダメだな。肝心なことを忘れているぞ。お前らの中で車の運転ができるやつはいないだろうが。そういえばならばここは私が。いや、お前には警官隊の指揮とアリオスのサポートを頼む。ここは俺が行かせてもらおう。え？課長、車の運転なんてできたのかよ。これでも警察学校じゃ車両運転の教官も兼任していた。ま、任せておけ。意外な経歴ですね。助かります。どうかよろしくお願いします。My brain thought it was stupid. It's like, what can none of them drive? And then I went, oh yeah, technology is advanced. Cars are supposed to be new. ロイドたち、行っちゃうの？ああ。でも大丈夫だ。絶対にキーアのところにみんなで戻ってくるからさ。ええ、もちろんよ。戻ってきたらまた料理を手伝ってちょうだいね。確かに、キーアが手伝ってくれたら魔法みたいに美味しくなりますし。だったらいっそ派手にパーティーでもやろうぜ。知ってる連中全員支援課に集めまくってよ。それもいいな。キーア、本当は心細かったんだな。昔のことを覚えてなくて、自分が誰かもわからなくてごめんな。気づいてやれなくて。He's kind of rough. 胸がモヤモヤしてきちゃって。でもロイドたちがいてくれて全然寂しくなかったよ。だからね、絶対に無事に戻ってきて。ああ、約束だ。Hell yeah. Done. やりますね。まさか。This remix of the main battle theme is getting me. It's making my nuts light up. 半年くらい乗ってなかったが、なんとかなるもんだな。よし、このまま飛ばしてアルモリカ鼓動に出るぞ。お願いします。サイト、なんだ？なんかあんのか？後方から車両が接近。警備隊の新型車両です。何？Stop that!持ち出しやがって。とにかく振り切るしかない。お前らしっかり捕まって。課長大丈夫ですか？心配ない、かすり傷だ。しかし止血しねえとヤバいぞ。後方からもう一台車両が接近。そんな課長、もう停車してください。早く手当てをしないと。いいからしっかり捕まっていろ。お前ら若い連中の道を開くのが
俺たち親父様の役目だ。絶対に送り届けてやる。課長、この隠れ熱血親父が。もう一台の車両は新型車両ではありません。ノエルさんの警備隊車両です。ノエル総長、来てくれたのね。さすが警備隊若手のホープだぜ。聞こえますか？ノエルシーカーです。ああ、聞こえている。ソーニャの秘蔵っ子か。正直助かったぞ。どういたしまして。もう一台もこちらが相手をしておきます。そのまま行ってください。ああ、そちらも気をつけてくれ。古戦場、まさかここが教団の残党が潜むロッジだったなんて。来たわね。I was like, really? エステル、ヨシア。お疲れさんだったな。そちらこそ大変だったみたいですね。詳しい話は先ほど通信でアリオスさんから聞きました。私たちもさっきやっとそこの入り口を開いたばかりよ。閉じていた扉が変な仕掛けがあって開くのに手間取っちゃった。でもこれで連中の拠点に潜入することができるわ。本当に助かったよ。俺たちはこのまま首謀者を逮捕しに行くけれど、君たちの方はどうする？もち手伝わせてもらうわ。そのためにここで待ってたんだし。失踪者も救出する必要があるし、助太刀させてもらうよ。ありがとう。君たちがいたら100人力だ。そうだ、君たちに伝言があったんだ。そうか。やっぱりレンちゃんを捕まえる最後のチャンスをあげる。一体どういう意味なのかしら。うん、多分レンは私たちがあの子の全てを受け止められるか試しているんだと思う。そのためにはかつてあの子を襲った悲劇の一端を担っていた人物、彼から全ての真実を聞き出す必要がありそうだ。そうか。私も改めてあの人を問い詰めたいです。なぜあんな実験をしたのか、どうしてこの地に落ち延びてグノーシスを完成させたのか、そしてキーアの正体と彼女に何をするつもりなのか。そうね、締め上げることはどの道確定未定だな。なあ、確実に逮捕しよう。操られた警備隊を解放してキーアの安全を確保するためにも。行くのか？課長、止血したばかりなんですから、あまり動かないでください。さすがにこの足でついていくつもりはねえさ。だがせめてここで見送るくらいはさせろ。
一人前になりかけの部下どもを見送るくらいはな。課長、たくかっこつけすぎだぜ。それが親父の特権ってやつだ。ロイド、エリー、ティオ、ランディ、着任して4ヶ月余り。お前らもそれなりに成長した。無事この件にケリをつけたら、晴れて一人前として認めてやる。だから絶対に無事に戻ってこい。はい、わかりました。了解です。イエスサThe Sun Fort. どうだ、ティオ。悪い予感が的中です。時、空、幻。This is the, This is the prologue scene again. どうやそう言うと同じですね。そう、やっぱりどうやらこの先は一筋縄ではいかないみたいね。ってことは、あの得体の知れない化け物どもが徘徊してるってことは、やれやれ、ゾッとしない話だぜ。私たちも前に似たような不思議な場所を探索したことがあるわ。正直、どんな魔物が現れても不思議じゃないだろ。万全の体制で臨んだ方がいい。そうか、わかった。当然敵による待ち伏せもあるはずだ。みんな気を引き締めていこう。はい。Well, this is pretty dope. We check the status on these guys over here. Medium support, all defense plus. Wow, hers is like really good.She has a combo with those two. Attack all delay. True Phantom Raid. It just hits everything. I think I'll put him in. Who am I gonna choose then? Honestly, I'll do that. Because I think her support's decent.At least I remember it being okay. Yeah, we'll roll with this for now. Okay. The final dungeon's here. Alright. We will take on this final dungeon next time.We're entering the final act of the game. Thank you so much for watching. Trails from Zero. I'll see you guys next time for even more.